こんにちは、カミクです。カーネーション、実はとっても癖がある植物です。今回は母の日にカーネーションを贈りたい方、母の日にカーネーションを送ってしまった方、母の日にカーネーションをもらってしまった方、カーネーションの上手な育て方を知りたい方、園芸をとことん楽しみたい方、カーネーションというお花があります。もう5月に入ったら必ず店頭で見るお花と言ってもいいでしょう。それは年に一度の花の祭典、母の日があるからです。母の日にカーネーションを販売しないお店はないっていうぐらい、5月の第2日曜日、母の日に向けてカーネーションを売り場にたくさん販売するかと思います。ただこのカーネーション、5月の母の日にたくさん販売して全国に渡るわけなんですが、その後お店に問い合わせが多いのはもらってしまったお母さんたちからです。もらったカーネーションどうしたらいいのか、もらったカーネーションが黄色くなってしまった、つぼみが咲かなくなってしまった、どうしたらいいでしょうという質問は後を絶えません。実はこのカーネーション、初心者の方にとっては少し特徴がある植物なので気をつけてほしいポイントがあります。今回はそんな特徴があるカーネーションの育て方、管理の仕方を実物を踏まえて初心者の方にも分かりやすく説明の方をしていきます。私は20年間総合園芸専門店に勤めており、間違いなく母の日は年に一度のお祭りだと思っています。それはなぜか、やはり圧倒的にこの日だけ来るっていうお客さんが多い日なんですよね。園芸初心者、いや園芸をしたことがない方でも母の日のプレゼントを買いに花屋に来ます。もうお花屋さんでは初めての方が来るということで、お店の魅力をアピールする最大のチャンスの日になります。ただこのカーネーションという植物、母の日に贈るっていう方は大体が初心者、もしくはお花をやったことがない、園芸をしたことがない方が多いかなと私は思っております。とりあえず母の日といったらカーネーション、まあこれでしょう。また最近では店舗に足を運ぶ時間がなかったりする方が多いので、ネットでポチッとカーネーションを押す方もかなり増えたと思います。ズバリ言います、母の日特集なんかで持ち上げられているお花の種類の中でカーネーション、これが一番初心者にとっては難しいのかなと思ってしまいます。とりあえず母の日なんでカーネーションを送っておいた、もしかしたら送られたお母さんたちはその後困っているかもしれません。母の日にカーネーションを送ってしまった、送ろうとしている方はぜひ今回の動画最後まで見ていただき、ワンポイントアドバイスとして添えてあげてください。これが本当の優しさだと思います。カーネーションが気難しい植物であると思う点が大きく分けて3つあります。1つ目は実は外の植物であること、2つ目は植えられている鉢に特徴があること、3つ目は剪定、切り戻しをしないといけないこと、この3つです。ポイント1番目、実は外の植物であること。母の日に贈るこのカーネーション、実は室内管理しているとそのついていたつぼみ、ほとんどのケースで咲きません。実はこのカーネーション、室内より外に置かないと開花しない植物なんです。これが最大限に勘違いさせてしまっているところかなと思います。なぜならこのカーネーションの販売場所、これは間違いなく室内で販売しているからです。私もたびたび上手な管理の仕方で販売場所を見ましょうっていうことを言ってきました。例えば室内で販売されている植物に関しては室内環境がいいので、室内環境からあまり変えないように、変えるときは急激に変えないように徐々に慣らしていってくださいよ、外の植物は外が最適なので中ではあまり育ちませんよと、まあ、このような感じで説明しております。なのでカーネーション、室内で販売しているので室内環境がいいのかと思いきや、この母の日に関しては違います。母の日ギフトで選ばれる植物のうち大半のケースは外が最適の植物の場合が多いです。よく販売されているのはアジサイ、ダリア、クレマチス、ラベンダー、ミニバラ、この辺の王道の母の日ギフトのプレゼント、この植物たちは基本外でしか上手に育つことはできない植物たちです。ただこれらの植物はなんとなく外で生えているイメージがあったりするので外の植物かなと思いがちですが、ただカーネーションは外であまり見る機会がないので、ベゴニアやカラー、カランコエのような室内向けの植物だと思ってしまうケースが多いと思います。勘違いしてしまうんですよね。室内に置かれたカーネーションはどん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 弱っていきます。ついていたつぼみも黄色くなり、やがては枯れ、株自体も黄色くなって枯れていきます。一番の原因は日照不足です。もらったカーネーション、速やかに次の日には外に出してください。ポイント2つ目、植えられている鉢に特徴があること。母の日のカーネーション、実は植えられている鉢のパターンっていうのが2パターンあります。1つ目は普通のいわゆるプラスチックの鉢、もう1つは
平面給水といって下にお水を溜めれる形に加工されたプラ鉢、この2つです。通常のプラ鉢というのはプラスチックの容器で、上から水をかけて下に穴が開いていて、下からこう排水されるっていう鉢です。もう一つの底面給水の鉢、これどういう鉢かというと、鉢の下に受け皿がセットされています。そしてその受け皿に水を溜めることができるようになっています。この溜まった水を吸って水分補給をするっていう仕組みの少し画期的な鉢なんですよね。逆に通常の鉢に受け皿を敷いて水を溜めておく、このやり方をするとすぐ根腐れを起こしてしまいます。この底面給水の鉢は根腐れも防ぎ、水やり回数を少なくできるという便利商品なわけなんですが、2パターンある鉢、どちらの鉢がいいか、ここで結論的には出ませんが、私でしたら1番目の通常の鉢植えを買います。これはなぜか、底面給水用の鉢の方が管理も楽でいいでしょうっていうのは、管理する側、買った側もそうですし、作る生産者もそうです。なので最近は結構底面給水の鉢が多くなってきたかなっていう印象は受けます。ただその後の管理を考えた時に、底面給水用の鉢と通常用の鉢、最大の特徴は水が切れた時の対処、回復が圧倒的に底面給水の方が遅いということですね。これは水のやり方によった根の張り方によります。この鉢の違い、根の張りは、この後の実演コーナーにて深掘りをしたいと思います。ポイント3番目、剪定、切り戻しをしないといけないこと。実はこのカーネーション、必ず切らないといけない時期というのがあります。一つ目は梅雨に入る前の時期です。カーネーションは高温多湿、いわゆる温度が高い、湿度が高いという環境が苦手な植物です。特にこの日本は高温多湿の国なので、カーネーションにとっては少し辛い環境にあるのは間違いありません。その対処の仕方として切り戻し、剪定です。これからいよいよジメジメしてくるぞっていうタイミングで、育っていたカーネーション、思い切って3分の1ぐらいまで切り戻してください。こうすることで梅雨や夏を越すことができます。そしてうまくいけば秋にも開花します。そしてうまくいけば来年も再来年も開花させることができます。あともう一つ、切る時期というのがあります。これ切る時期というか切るタイミングなんですが、もらったカーネーションのつぼみが咲かないとき、この場合は思い切って切ってください。ただ初心者の方、またもらったお母さんたちは、せっかくついたつぼみっていうのはなかなか切れないと思います。ただただただこのつぼみ切らずにずっとつけておくと、株は弱って枯れる可能性の方が高くなります。勇気がいる決断だとは思いますが、これをやることで秋に開花させることは可能です。咲かないつぼみをずっとつけておくのはおすすめしません。思い切ってズバッと切ってください。カーネーションは切っても枯れません。ではここから先は実物を踏まえて、もう少し分かりやすいように解説の方をしていきます。では早速いきましょう。はい、ということでカーネーションの会でよろしくお願いします。よろしくお願いします。母の日ですね。はい。カーネーションあげたことありますか？ないです。おお。ぜひあげてください僕多分一番最初にあげたのはそれこそカーネーションだったと思いますけどね。赤目くんのお母さんに。そう、やっぱなんか定番でしょみたいな。はい。カーネーション、母の日。やっぱまあそんなイメージはあります。そうで、特にやっぱ他の植物がわからないと、なんかいろいろあるじゃん。なんかそのクレマチスとかもあるし、ダリアとかもあるし、はい、ミニバラとかもあるんだけど、結局どれもこれもよくわかんないから、まあとりあえずカーネーションでいいかみたいなマインドになっちゃうんですよね、はい、なんかこれが知ってれば、自分が育ててとか育てやすさとかっていうのが分かってれば、これをおすすめするよとかってなるんだけど、やっぱどれも知らないっていうと、知らないだったらまあカーネーションが一番、もらった側も分かるやん。なんか定番でなんか分かりやすいですね。ねえ、なんか他の花だと綺麗は綺麗だと思うんだけど、まあ、カーネーションって言ったらやっぱこう、あ、これがカーネーションかってお母さんも思うわけや。そうですね、この形、ね、そう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 、という形でかなりいろんなサイズとかいろんな生産者のカーネーションが、まあ、出回る時期なんですけど、これ結構ねばらつきがあって、はい、で今日はですね、実は4月26日撮影してて、これカーネーションがガネガネ販売なかったんで、はい、まあ、ちょっとこれ動画撮るのにキンキン撮れないなと思って探し回ったんですよ、いろいろ。あ、はい、そしたらホームセンターで売ってました。これが多分4月の24日3日か4日ぐらいの、はい、日曜日に買ったんですけど、もうすでに、はい、このような状態で販売がありましたっていうのを、もうナイスタイミングと思って買ってきました。はい、動画を作ってくださいと言わんばかりの分かりやすい株があったので、はいはい、あの購入してきましたという感じなんですが、このようにねちょっと一個一個見てもらうと、もうすごいじゃんつぼみ。そうですね、むしろ花これしか咲いてないっていう。引
つだけ一つだけ、はい、まあ、ただ母の日まであと2週間とかあるから、これから咲いてくるんじゃないかって思うやん。思います ね、お母さんにあげるときにはバッチリ開花してるやつになってるっていうイメージ、もうそんなイメージです。初心者の方は特にそうだと思う。クロートの方でもそう思うかもしれない、まあ、この時期だったらつぼみでいいかな、まだあと2週間あるしみたいな、はい、でつぼみばっかの株と、まあ、半分ぐらい咲いてる株ですね、こうやって、はい、うん、つぼみもあるけど、まあ、咲いてる感。こっちもどうなのかな、3分の1ぐらいかな、開花してるのが。そうですね、うん、っていう状態の株がありますと。でこれ結論的にこの株咲きません。咲かない、はい、咲きませんという言い方はちょっと良くないんですけど、この株を買ってお母さんに2週間後にあげるって言ったら、まあ、多分あげれる状態にできないと思います。というのもカーネーションは本当は外の植物で室内で管理できる植物じゃないんですよ。あ、室内ダメなんですね。ダメっていうことはないけど、かなり咲かなくなる。太陽の光っていうのにかなり敏感で、この春は太陽の光にガンガンに当ててあげないとつぼみっても開花しないんですよ、はい、暗くなっちゃうと開花をやめちゃう。生産者さんのところではハウスでガンガンに日が当たる環境で育ってるわけ、はい、なのでこんだけつぼみついてくるんですよ。でこれが運ばれるわけね、市場という空間に運ばれて、日が当たらない空間、はい、こっからトラックに乗って園芸店っていうところに運ばれてきますと。で販売されてる場所も、まあ、大体室内だと思うんで、ちょっと暗めで蛍光灯の光が当たるような、はい、っていう環境に一気にこう環境変化をされちゃうわけね、このカーネーションは、はい、ってなるともうストレス極まりないの。今までこう元気にのびのびこう、うわー太陽大好きみたいな、たくさん栄養ありがとう生産者さんってなるんだけど、はい、じゃあ買い手が決まりましたって言ったら、暗いところに閉じ込められてうーって移動して、で着きましたって言ったら、うわ暗いみたいな、こんなにつぼみつけちゃったけども咲かせる元気ないよみたいな、はい、すぐなっちゃうのこれ。例えば通販もそうね、箱に入れられるやん、やっぱり段ボール、はい、で配送されるじゃん。あ、いつ配送されてるか分かんないし、結局どういう管理されてお手元に届くかっていうのも分からんわけ。そうですね、頼んでる側は、まあ、とりあえずカーネーションポチッとしましたみたいな、はい、あとはもうよろしくお願いしますみたいな感じになるんで、業者にもよると思いますけど、こんなんが送られてきた日にはちょっときついと、はい、お母さんも、はい、なので僕がおすすめするのは、カーネーションを買って渡すのであれば、特に現物が見れるのであれば、8分とか満開近く咲いてるやつをあげてください。つぼみ系じゃなくてこっち系ね、はい、咲いてるやつを渡してあげた方が、お母さんはその時は絶対喜ぶやん。そうです、ね、こっち来るよりこっちよりは絶対咲いてた方がいいですね。こっち来るよりこっちでもう満開ぐらい咲いてる方が、もらった時の気分高揚感っていうのも全く違うのと、つぼみっていうのがこれ極めて咲きにくいんですよ、本当にこれつぼみ。なのでお母さんたちはもう本当にやっぱ娘息子がこうわざわざくれたもの、しかもラッピングしてあるやん、はい、ラッピングした状態でだいたい玄関とか置いちゃうわけで、しばらくこのまま置いちゃうわけ、はい、感じがいいじゃん、ラッピングしてあってつぼみがあって花が咲いていて、はい、なので外に出すってことをしないじゃん。そうですね、ラッピング取らんといかんし、うん、もったいないというか、このもらった時の感動をずっとちょっと味わいたいみたいなんで、結構このまま放置されることあるんですよ。で水をあげなくちゃって言って、水をとにかくこれでもあげちゃうみたいな、うん、取らずに。そうなると、まあ、大概1ヶ月半経つと真っ黄色になります。へー、うん、だいたい枯れちゃうと思います。1ヶ月半で、はい、そう。でも黄色くなってきた時にとか、つぼみが全然咲かない時にお店に来て、カーネーションってどうやって管理したらいいんですかって問い合わせが来るんですよ。お母さんたち結構困っちゃうので、これをちょっとね伝えてほしい。対処の仕方あります。まずはお母さんこれもらったら、はい、まあ、母の日はこのまましっかり鑑賞に親しみましょう。うわー大きくなったな、息子って、息子プレゼントくれるようになったんかいとか、娘もうわーみたいな、ありがとうねいつもそういう感覚を味わってください一日。でも次の日です、もうラッピング剥がしてくださいすぐ、はい、もうすぐです、できれば、はい、っていう形でラッピングを外しましょう。なんかね最近のこれすごいね画期的なんだわ、これ見てほら、おおすごい簡単に、お簡易的にワンタッチのラッピングで、ね、はい、ちょっと初めて見たのこれ。こうやってやると綺麗に取れるんよね。
すげえ便利ですね。これはね便利だと思ったね。ほら。本当だ。これまたなんかワンチャン使えそうやんこれ。確かに。確かに。でこれ9できるからさ。はい。9ってある程度の鉢の大きさまで対応できそうやん。ですね。これはちょっとね、こっちも画期的なんやこれ。入れるのも楽だしね、セットするの。お店、ね、お店側も。もう3秒ですね。3秒。はい。ほら。で、だいたい、まあこれはちょっと簡易的なんだけど、はい、これはカゴに入ってるだけね。カゴに入っていて、まあ、ラッピングしてやって、はい、まあ、これ通常のやつ。で、このセロハンラッピング、はい、これも確実に取ってください。はい、これついてると蒸れます。こうやって。もうほら、すでにこう黄色くなってきてる。本当ですね。株元黄色いでしょ。株元がちょっと、うん、もうセロファン入れてあって暗いところに置いてあるともうすぐこうなります。はい、はい、なんで風通しがいいようにセロファン取って外ですね、はい、風が当たるエリアに今置いてくださいということがまず第一段階で、もうこれは日光ガンガンに翌日から当てちゃってもある程度いいので、とにかく光を当ててくださいと、はい、そうすればある程度咲いてくる可能性があります。これが全部咲くっていうちょっと保証はないですけどね。ちょっとね、つぼみが多すぎるのは僕はあんまおすすめしない。はい、つぼみちょっと少なめの方がいいっていうのは、これカーネーションって多年草の植物なんで、もううまくいけば秋にも咲くし、まあ、来年再来年もずっと育っていく植物なので、この段階で株に負担をかけたくないんですよ。はい。で、つぼみたくさんつけちゃってるっていうのは株にかなり負担かけてるんですよね、これ。はい。そう。で、こっちの方がつぼみ少ないやん、これ。少ないですね。少ない。こっちの方が株に負担かかってないんですよ。ということは、この春越えてからの秋とか来年に向けてはこっちの株の方が充実してくるの、こっちより、はい、っていうこともあるので、まあ焦ってね、このたくさんつぼみがあるやつ買って渡すっていうより、もう7分8分咲きぐらいまで咲いちゃってる株の方が僕はいいかなと思いますね。これをもうパンパンにさ、パンパンやな。これミックスで植えてあるんでしょうけど、蜜。そうですね、うん、だいぶ蜜だ蜜状態です。そう、鉢の説明しよう。はい、鉢はこれがいわゆる底面給水っていう鉢ですね。ここになんか穴があるやん。これあります。よいしょよいしょ。はい、こういうふうに取れます。はい、かっこいいなこれね。ドッキングするようになってる。ドッキング、はい。で、これどうなってるかっていうと、変な形状してますね。普通これ平べったかったりするじゃないですか、鉢、はい、こっちの普通の鉢みたいにこんな感じ、はい、比べるとね。そう、こう高くなっていて、ここの中心部だけ下にこう根っこがこう今見えますけど、はいはい、でここに水が溜まるようになっているので、ここに水が溜まるんですよね。水が溜まるとここからなんて言ったらいいのかな、サイフォンこう吸い上げる原理っていうのがあるんですよね、はい、うん、上がってくるっていうのかな、はい、サイフォン効果っていうので、でこう水が常にある状態、乾いたら吸って、乾いたところまで吸い上げるっていう原理を利用して水を溜めとくっていう、これ鉢ですね。でこの通常の鉢、はい、管理だけ見るとこっちの方が楽そうやんって思うやん。そう思います。水は溜めとけるから、はい、こっちは溜めとけないので、これに受け皿敷いて水溜めとくと簡単に腐っちゃいます。はい、はい、これは育ってきた環境が違うんですよ。育ってきた環境が何の歌ですかそれ。セロリ知らない。知らない。スマップ歌っとったやん、山崎まさよしと。あー、これはちょっとまずった。これは 100% 乗ってくると思ったのにな。まさかの知らなかったな。ごめんなさい、わかんないです。知らない。俺キムタクのパートだけ歌いたいわ。育ってきた環境が違うから、はい、好き嫌いは言いなめないんですよ。はいはい。っていうのは何かっていうと、この底面給水で鉢で育ってきた子はずっと底面給水で小さいうちから育ってるの。はい、なので水に強い、いわゆる水がここ根っこずっとここ当たっちゃってても根腐れ起こしにくいんですよ。はい、うん、通常だったらだってずっとこう根っこがさ水に触れてるってさ、もう根腐れやん完全に。そういうイメージありますね。受け皿に水溜めといてもいけないっていうのは、はい、ここと土の部分と水がずっと接していて根っこが腐っちゃうから。なんだけどこの底面給水で育った子はずっとこの水環境に慣れてるから、この管理しても大丈夫。はい、ただこっちのもの、底面給水で育ってないものは水に弱いんですよ。はい、水に弱いっていうのは水がずっと浸ってる状態に弱いので、溜めとくとすぐ腐っちゃう。
ていう育ち方に違いがあるので、とにかくこの底面給水用の鉢で育ってるものは水をある程度なくなったらすぐに補給してあげて、むしろ土が乾かないように管理してほしいんですよね。はい。でこの普通の鉢はまあ一般的な草花と鉢花と一緒、乾いたらたっぷり水あげる、このやり方で大丈夫です。でこれどっちが丈夫かって言ったら、その一番はね、水切れ。なんだかんだ言っても水って結構忘れがちであったり、これもチェックそんなにしなかったりすると思うんですよね。むしろ入ってるかなみたいな、ちょっと油断しちゃうっていう、そう見えないじゃないですか、そのどこまで入ってるかも、はい、まあ前やったからいいかみたいな、うん、っていうので水が切れちゃう可能性があります。両方ともやり忘れで、水切れるとカーネーションって一発でクタってなるんですよね、はい、カバーってなっちゃう。水結構欲しがったりするんで、生育期は水が切れた時に水をあげるじゃないですか、はい、あげた時に復活するっていうところでは、この底面給水で育ってきた子って乾燥にめちゃくちゃ弱いんですよ。もともと水があるところで環境で育ってるから、いきなり水がカラッカラに乾かっちゃうと、もう一気にくたって次に水が補給されてもなかなか吸いにくくなっちゃうんですよね、はい、元気を取り戻せなくなる。こちらはそういう環境に慣れてるから、ある程度乾いてもっていうので、水切れの時の回復が早かったりするので、長期的に見るとこっちの方が、ね、強い株だと私は思います。あともうちょっと詳しく言うと、この中に根っこが生えてるんですけど、この上からかけるタイプの鉢で育った根っこっていうのは、いわゆる水が上から下にこう流れてくるじゃないですか。ってなってくると上の方もちゃんと水分があるし、水をかけることで上から重力で酸素を入れるっていう効果もあるんですよ、はい、あとゴミを出す、土の余分なっていう、このクリーンな状態を土を作ることができるので、根の環境はこっちの方がいいんですよ。こっちは上から水かけないんで、常にこの下からこの中ぐらいで乾いたら上まで行くっていう吸い上げ方式なんで、水が重力で落とせないんで、いわゆる酸素も入りにくい、あと上の方に根っこが生えにくい、乾いちゃってるから、ある程度根の量がまず違うんですよ。なんでがっちりした株は普通の鉢の株の方が私はがっちりしてると思います、まあ、ただ最近は生産者の技術も上がってきたんで、底面給水でもかっちりとした株を作る人もいるんですけど、まあ、それはやはりプロだからです。日照だとか栄養分を入れてこの底面給水でもがっちりとした株を作るっていうのは作れるんですけど、その後じゃないですか、僕らは必要なのは。そうですね、その後管理できて強い株になってないといけないので、そういう部分では普通の鉢の方が案外と他の植物と同様に水があげれたりするので、まあ、僕はいいかなっていうところです。これ否定するつもりはないので、水やりが忙しい方はこれ底面給水も、まあ、もちろん利用してほしいというところですね。で続きましていきましょう、はい、この鉢の状態でずっと管理するのが難しくなります。なのでできれば植え替えをしてほしいんですよね。あ、植え替え、植え替え、はい、特に花が終わってからでいいです。いわゆる梅雨の前とか6月かな、具体的にと5月花がバーッと散りましたと、お疲れ様でしたってなった時に一回り大きめの鉢に植え替えてほしいんですよね。もう例えばもうこの鉢株ボリュームいっぱいなんだけど、はい、逆に言うともういっぱいなんですよね。もうパンパン、もうこれ以上増えなさそうですけど、そう大きくなれないし、はい、密になっちゃうし、うわー根っこよ、すごい。なんかだってこんだけパンパンだもんで出るよね。なんかあれですね、お好み焼きの焦げみたいな。ここはうまいんよ美味しいところここのお焦げがうまいんよ、はい、はい、っていうのはいいんだけど、はい、これで夏を越すのは結構難しい、はい、やっぱ土の容量が少ないんで水切れすぐ起こしちゃう、いくら水切れに強いとはいえ。なのでもうこういう特に顕著に下から出ちゃってるようなやつは一サイズ大きい鉢、あと底面給水用の鉢も、まあ、極論言ったらこの鉢でずっと育てることって無理だと思うんですよ、はい、大きくなっちゃうから。大きくなったら鉢替えしましょうってなるじゃないですか。一回り大きな鉢に植え替えてください。その場合にこの底面給水の鉢ってまだ普及してないので、販売エリアでは、はい、生産者さんはよく使うんだけど、販売店に底面給水の鉢が5号6号7号8号9号10号まであるかって言ったら、まあ、ほぼないと思います。確かにないんですよ。見たことないあんまり。結局そう、通常の鉢に植えないといけなくなるんですよ。なので僕的にはもう底面給水はある程度のところで割り切って、徐々にこっちに移行していってほしいんですよね、はい、っていう部分もあるので、普通の鉢に植え替えて、その際の注意点は、底面給水で育てたやつは
その乾燥に弱いっていう特徴をまだ持ってるので、はい、根っこが上から出てくるまではなので植え替えてからはしばらくちょっと水やりの頻度はこういう環境で育ってきたカーネーションよりもちょっと気持ち多めぐらいでいいので、はい、水切れだけは最初は注意してほしいかなと、はい、夏越えてしまえばもう結構いい株になってると思うんでそれ以降は多分ある程度の水切れは耐えれると思いますということで植え替えはこれやっていこうかという形でちょっと植え替えの方をやっていきたいと思います。はい、じゃあ植え替えです。使う土はおっちゃん、はい、おっちゃん培養土、まあ、草花用の培養土ですね。赤玉は特別に入れなくてもいいかな。あ、赤玉なくてもいいんですね。うん、赤玉土入れるって毎回入れてもらってももちろん問題ないんですけど赤玉土って結構保水するんですよ、はい、でこれからあの梅雨時期って来るやん、はい、で梅雨時期ってどちらかというと排水をしたかったり乾かしたいっていうのかな、周りがジメジメしてるんで、で赤玉入れると保水が強くなりすぎて水の加減によっては根腐れを逆に起こしやすくなっちゃうので秋から冬に乾燥する時期は赤玉結構入れてあげた方が管理はしやすいかなと思うんだけど、ジメジメするっていう時期に向けては、まあ、そんなに赤玉土入れなくても、入れない方がむしろ管理しやすいかもしれないので、はい、これは水やり加減の好みになりますけど、今回はなしでいきましょう。はい。ただなくてはならないものがあります。はい。それがシャラーン。おお。元肥です。元肥。はい。やってきました。お花専用、まあ野菜でも使えますけどね。元肥専用っていう肥料があります。はい。これをまあ入れといてほしいなと。はい、カーネーション結構肥料食いますんでよく見てもらうと分かるんだけどこの白いつぶつぶ置いてあるやん、これ。はい、あります。これ肥料ですね。これ元肥。いや、これ追肥。あ、これ追肥ね、うん、はい、なんでこうやって撒いてるってことは結構栄養分いりますっていうところですね。はい、でそれもちゃんと入れてくれます。で、植え付けるときに入れておいてあげればその後の入れ忘れがないっていうのでお済みします。元肥ですが入れ方があります。はい、久しぶりだな、緊張するな何気なく入れたら三流、はい、上から何気なく入れても二流。二流、一流は違います、はい、特に今回はカーネーションということで、はい、特別バージョン。お母さんお母さんを叫んであげましょうお母さんありがとう気持ちを込める、はい、何でもそうだけどお母さん産んでくれてありがとうだいぶこぼいたね。ちょっとやばいですね。やばいな。お母さんに気持ちを込めて。気持ちを込めまくるよ、はい、やっぱね、愛情だよ、何でもそうだけどお母さん好きですか。お母さん好き。うちのお母さんちょっとクレイジーなんだよね。クレイジー結構飛んじゃってるんで、はい、もうその性格が僕に来たのかなみたいな。どんな感じなんですか。もうすっげーポジティブだよ。スーパーポジティブウーマンって言うんでもいいぐらい俺がびっくりするもんね、子供ながら、はい、え、それオッケーなみたいな。へえ、うん、いいじゃんいいじゃんっつって何でもいいじゃん、やろうぜみたいな感じなんです、うん、いいじゃん。俺がちょっと引くときあるもんね逆にそう怒られるかなとかって思うやん、なんか、はい、こうなんかちょっとやっちまったとか、はい、なんかこれやるとかって言うと、はい、いいじゃんいいじゃんあ、そうみたいなおやるわみたいなノリがいいみたいな。ノリがいい。そう、応援まあまあ簡単に応援してくれるよね。あ、はい、そう、僕もだもんね、その意思をついてポジティブ、みんなを応援する。でこの YouTube お母さん知った時どんな感じでした。いいじゃんいいじゃんってそれこそそれこそいや、迷惑かけるかもしれんよと、はい、顔出ちゃってるから、はい、知ってる人はこの息子ねってなるじゃん、はい、あ、なんか変なことやってるなってなるじゃんちょっと迷惑かけるかなって家族にも、はい、いいじゃんいいじゃんあ、そうっつってあ、じゃあやるわみたいななるほどノリ大事ノリ、はいはい、でこれ混ぜます、はいはい、よっしゃ、簡単ですね、はい、で鉢ですね、はい、鉢が、まあ、通常のこういう風に下に穴が開いてるタイプで、形状が、まあ、こういう寸胴型、寸胴っていうのはまあ深くないやつね、はい、うん、直径と同じぐらいの高さの鉢と、まあ、こう長いロング、はい、深鉢ですねっていうのがありますと、まあ、これどっちでもいいです極論、はいはい、どっち使ってもいいんですけど差し当たっては一回りは大きい鉢、一回り、はい、そう、一回り大きい鉢、急激に大きくしすぎても生育良くなくなっちゃうので、逆にあくまでもうワンサイズ、2
2サイズぐらいまで、はいはい、と思って植えてください。で問題になってくるのが鉢底石、はいはい、鉢底石っていうのを下の方に通気性を良くするために入れるんですけど、どれぐらい入れたらいいですかっていうのって分かんないと思うんですよね。鉢に対して何分の1っていう人もおったりするんですけど、それはあくまであの目安。例えばカーネーションの場合はどちらかというと排水もある程度いい方がいいので、ロング鉢で鉢底の石の量をこれと同じの量にしてしまうと、例えばねこれこんなもんなんでこれぐらいいいかっていうと土の量が圧倒的に多くなるじゃないですか、はい、多くなると下が乾きにくいっていうのがずっと続いちゃうので、むしろ梅雨がかなり雨が降るエリアとか水をいつもかけてしまう、かけすぎてしまうっていうので腐らせてしまった経験がある方は鉢底石ちょっと多めでいいんで入れてください。あ、はい、もう3分の1でもいいです。特にロング鉢の場合、この寸胴タイプで3分の1入れると今度は入んなくなっちゃうと思うんですよ。逆にこれが入んなそうね、はい、盛り上がっちゃうこうやって、はい、えらい。なんでこういう鉢だったら、まあ、うっすらと敷くとか、うっすらと、はい、そう、この鉢でいったら5分の1でいいけど、この鉢でいくんだったら3分の1入れてしまおうと、はい、はいうところで、とにかく鉢の石の量で乾かし方を調節してあげるってことができるので、まあ、決まりは特別ないです、はいはい。まあ、ただ言えるのはよく水かける人はたくさん入れてあげる、はい、あんまり水かけんよっていう人とか水やりに自信があるよっていう人はうっすらと敷くだけでも全然大丈夫です。むしろ鉢底石は敷かなくても大丈夫です、はいはい、ロングでいこうかな、ロングせっかくなんで、はい、ロング、はい、ロングロングロング今日ちょっと変わった鉢底石です、はい、ほらこれ僕買ったことあります、ある、はい、なんだって思うよねこれ、すごい軽いですね、軽い軽いしさ、これ砕けないし、何石なんだろう、これ人工軽石って書いてあるね、これ、あ、人工の軽石です、うん、人工軽石ってことは天然の鉱物ではないってことだね、はいはいはい、これ3分の1これぐらい入ってますね、入ってます、鉢底の石とこれを合わせてもらうね、高さを、はい、ウォータースペース合うかどうかで、ポイントガーデンシクラメンの回で覚えてるかもしれないですけど、はい、デベソウエ、あ、デベソウエ、そう、デベソウエこの子たちいけます、はいはい、むしろその方が水管理がしやすかったりするんで、いきますね、はい、まずちょっと出しましょう、すげえ綺麗だねこれ、コマみたいな、見てよほらなんか砂場でこうやってプリンみたいに作った時にさできるお城みたいな、できるやつですね、そう、うわーすげえなこれ、はい、まあ、このまま入れるとこんな感じですね、はい、へえ綺麗にできるねこれで、あんまり根っこ崩さない方がいいです、カーネーション、はい、はい、植え替える時そのままでいいんで、やるのであればここの上の部分、はい、表面の土をちょっと落とすぐらい、ここね、これ見てみると分かりやすいんですけど、根っこってこの表面のあたりってほとんど生えないんですよね、中から下にかけて多いので、上は取ってもねそう傷つけることがほぼないです、はいはい、で古いんでね、あの土がだってこれ苔生えてるみたいな、そうですね、ね、苔生えちゃってるよみたいなところはちょっと取ってあげる、はい、っていう程度にして土を、これでもまっすぐじゃないんで困るね、そうですね、ここがさ真ん中がポツンって突起してるもんで、はい、むしろこれ真ん中を開けてあげて周りに土入れてあげた方が密着するかもしれない、そうですね、形が形をある程度ね、はい、ドッキングするかな、ドツキングしました、はい、ドツキング、はい、でこれだと鉢よりもちょっと出ちゃってるんですよね、出ちゃってます、うん、はい、出ちゃっても極論大丈夫なんで、これがデベソウエっていう言い方、はい、普通の植え方はここ水平にやっぱりなるのと土を入れるっていうのと、この鉢よりも2センチぐらい下げて、はい、ウォータースペース、いわゆる水あげた時に水がちゃんとこう下に落ちる、ちょっと溜まっとけるような場所を作ってあげる方がいいので、はい、軽く指でちょっとつついてあげて、はい、おお、デベソになったね、デベソですねこれ、うん、こういう感じでウォータースペースはあくまでノーマル通常の
下げてあげる、はい、ただこのカーネーションの根鉢はちょっと浮かせる、その分だけ。これがねレベソ植えっていう植え方で、特に蒸れに弱い植物とかこうやって植えてあげると案外と夏越えしやすかったりしますんで、ちょっと見てくれがね気になるよっていう方は通常植えでもいいんですけど、はい、夏越し心配の方はディビソ植え、はいはい、これをしてもらうといいかなと。でこのまま管理をするんですけど、ポイントがあります、はい、それは切ること。切るっていうことを言ったんですけど、あのねほぼほぼ切っちゃった方がいいね。カーネーションの、はい、例えば茎がこうついてますと、はい、ついてますついてますついてますなったら、もうこのクーッときたここの辺とか、はい、まあ、こういう花首の下でもいいですけどね、はいはい、もう半分から3分の1ぐらいまで落としちゃって全然大丈夫です、はいはい、もう切っちゃおうか、はい、もう花も落としてこれ、はい、見本で切っちゃいますね、はい、もう全部もう迷ったら同じ高さでいいので、はい、この辺の、はい、同じ高さぐらいまで全部バツバツ切っちゃう。これがなかなか切れんよね。そうですね、もらったやつだよ、はい、息子娘が、はい、せっかくこれ選んでくれてさ、せっかくこうお母さんこれたくさん咲いてほしいなってつぼみをさ、はい、つけたやつを選んでくれたのによ、バツバツ切るなんていうこと、そんな非常なことできんやちょっとこう躊躇しちゃいますよね。躊躇するでしょ普通だったら、はい、ダメしちゃ。お母さんここは心を鬼にして、はい、あこんなにバッサリ切っちゃっていいです、はい、もうそもそも母の暇にこれやる人いないけどねもう今回は動画だからっていう気持ちいい気持ちいい。こういうところに新しい芽がこうやって出てる、はい、ここの手前もそうだよね。これ切ってあげるとこういう新しい芽がどんどん出るんですよ、はい、うん、で新しい芽にまた花を今度は秋つけてあげれたりするんで、これがねずっとつぼみが残ってくると新しい芽ってでんくなっちゃうんですよね、はい、出にくくなっちゃう、極めて全部つぼみに体力取られちゃうので、ちょっと黄色ければこういう中ね覗いてもらって、黄色いやんほら、黄色いです ね、これもう完全に 日の光が当たってない、群れが原因になっちゃう。こういうところはもう手でつまんで取っちゃっていいです、はい、うん、どっちみちこの黄色いやつがここまで黄色くなっちゃうともう緑色に戻ってきません、はい、ただついてるだけで風通し悪くするだけなので、で綺麗に生やしたければ、まあ、新芽出てるけどもう同じ高さで切っちゃう、はい、うん、方が綺麗に揃って出ますんでね。よし、おー切ったね、はい、これをやってほしいね。でまあ息子さんとか娘さんもこの、まあ、この動画を見てくれれば一番いいんだけど、お母さんがせっかくあげたカーネーションの壺にバツバツ切っててつってさ怒らないでくださいねお母さんこれ知ってて、はい、また来年もとか秋にもせっかくもらったやつだから咲かせたいと思ってねやってる作業だと思っていただけるといいかなと。あとあれだね、あげた後お母さんたちがこう何もやってなかったら実家帰ったついでにこう切り戻してあげな息子が、息子娘は、はい、そうこれを見てそうこうやってやるといいだよっつってあげるとお母さん喜ぶわ。こんな感じでちょっとヒントになりましたけど、まあ、このまま秋に向けてどんどん芽が出てきますんで、これをするかしないかでその後このカーネーションが生き残れるかどうか決まってきます。これとかもさ、これ綺麗にしたるんだけど、これ今この支柱がついてるやんね、これよく見ると、はい、支柱でまとめてあるだけなんで支柱取るとどうなるのかな。あ、これ崩れんね。結構グラグラの株で支柱で止めてあるとかっていうのがあるんで、案外支柱止めたらダラーンってなっちゃう時あるんですよね、こうやって、はい、うん、そういう株こそ早めに切り戻した方がいいかな。これ割としっかりしてるこの株、さっきと同じ鉢の大きさなんだけど、これ、はい、なんですけど今この植えたやつよりも株自体は株、うん、しっかりしてる。つぼみその代わり小さなかったっていうところで、まあ、これが証明してるかなみたいな感じなので、まあ、つぼみの多い少ないで、まあ、惑わされないように管理していただけるといいかなと思います。はい、でその後の管理なんですけど、とりあえずまあこれ元肥を入れてこの5月6月に植えつけていれば、肥料というのは次いるタイミングは秋9月か10月に入ってから上から撒くぐらいの肥料でいいので、夏場とかは肥料をあんまり上げずでお願いします。であとちゃんと日に当たるところで、梅雨時期にあんまりにもダバダバ水にかかっちゃうと多湿には弱いので、鉢だったらまあ軒下に入れといてあげるとか、雨をまあ回避してもらうと一番いいのかなっていうふうに思います。
せっかくもらったカーネーション、あと送るカーネーションありますので、この管理の仕方ですね、しっかりと教えてほしいなというふうに思います。というわけで今回のカーメくんガーデンチャンネルは、カーネーションの上手な管理の仕方、植え方特集しました。よかったかな、参考になったかなと思う方、ぜひともグッドボタンとコメントの方たくさんください。カーメくんガーデンチャンネルではこのように日頃気になる植物、よく販売される植物の上手な管理の仕方、メンテナンスをお教えします。チャンネル登録よろしくお願いします。この他大好評の余談です。おまけトーク余談です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さてカーネーションでしたね。はい、そうだ、一つ言い忘れたことがありまして、はい、カーネーションの鉢花、まあこれでもあれか、園芸の会で言ったか、母の日が終わるとほとんどこの鉢花のカーネーションなくなります。なくなっちゃうので、母の日に限らず純粋にカーネーションを育てたいとか、カーネーションが欲しいっていう方は、逆に言うと母の日ぐらいしか買うタイミングがないので、まあ、別にプレゼントじゃなくても自分用でもいいもんね。そうですね。そう、鉢花がなくなるとこの小さいポット内しか出てこないので、大きい株欲しければとか、また来年に大きくしたいなと思ったら、まあ、この母の日ぐらいに自分用に買うっていうのもありかなというふうに思います。あとあれだな、これ言うと怒られるかもしれないけど、母の日明けに大会カーネーションは値下げになるんで、あの安く買えます。2代目なんですね。そんなこと言うなよみたいな言ってあげたいやん。母の日が終わるとカーネーションっていうのは、なんか残念なことに価値がないっていう風に判断されちゃうのよね。綺麗なのにね。なるほど。本当か、それがなんかかわいそうだなと思うね。年末年始とかもそうなんだけどさ、はい、お盆お彼岸とかのこの物日っていうのはさ、もうその一日を越したら価値がこうグッとなくなってしまうっていう、うん、あるよ価値。そうですね。来年も再来年も咲くも綺麗だし、そう、ただ園芸店やホームセンターは下げます。確実と言っていいほど余っていれば下がります。綺麗になくなっちゃってれば御の字みたいな感じかもしれないですけど、たくさん仕入れて あんまり売れなかったってなると、カーネーションが今度店頭の方でも管理できなくなっちゃうの。今度言ってしまえば、はい、日に当てないといけないじゃんってなってくると、その室内売り場はこういうのを置けるエリアがあったとしても、母の日は特設で作るんだけど、開けちゃったらもう特設関係なくなっちゃうと、今度置いとけないよね室内に、ダメになっちゃうし、はい、かといって外に出そうと思っても、もう外ってさこの時期パンパンだもんね。あー、もう他の植物で、他の植物でもうカーネーション置く場所ないよみたいな、今頃出てこられてもみたいな、もう路頭に迷っちゃう。まあハンターの諸君は、はい、母の日終わってからの1週間、はい、ここは狙い目になるかもしれません。はい、正直に言いましょうみんながハッピーになればいいかなと、はい、思っております。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。